まずは私たちの自己紹介をします。私の名前はたまおです。剣道部に入っていて好きなアーティストは YOASOBI です。僕はハルト、卓球部で好きな動物は猫です。僕はてっぺい、卓球部で好きな教科は数学です。それでは自己紹介が終わったところで、自分たちの身の回りのことについて聞いてみようと思います。そういえばたまおって剣道部だったよね。そうだよ。剣道部は結構ルールを知っている人が少ないから部員が少なくてちょっと困ってるんだ。卓球部は結構部員がいたよね。まあそれは2学年の話で、1学年は残念ながら1人だけなんだ。そうなんだよ。なんかごめんね。まあいいっすよ。あとダブルスも組んでたよね。あ、それはちょっと思い出しちゃいけないかっこいい。初戦敗退どまい。はい、では気を取り直して、まずは好きな給食について聞いていこうと思います。私は何が好き？たまに出て特別感があるし異国の風を感じるから。2人は何が好き？僕はドレッシングとのバランスがいいコロコロキュウリが好き。てっぺいは？僕は王道で最高にうまい唐揚げだな。具体的に言うとどんな感じ？まあとりあえずうまいってわけです。あー、そういうことね。じゃあ吉川市で好きなところはある？私は四季を豊かに感じることができるから自然が多いところが好きかな。ハルトは？僕は便利なところ、ちょっと歩けばスーパーがあるところが気に入ってるな。てっぺいは？僕は公園が多く遊べる場所がたくさんあるところが好きだな。例えばナマズの里公園とか、ほのぼの公園とか、オアシスとか。それではそろそろ次に行きたいと思います。僕たちが通う南中学校のいいところや自慢できるところをご紹介します。まずは私から4つの伝統とノーチャイムについて紹介します。4つの伝統とは、南中学校ができた70年以上前から受け継がれてきた挨拶、清掃、合唱、授業のことです。特に最近では挨拶や合唱に力が入っているなぁと感じています。次にノーチャイムについてです。南中学校は全員が時計を見て動けるようにするためにチャイムが鳴りません。なので全員が時間を意識して動けていると思います。僕が思う南中学校のいいところや自慢できるところは、学校の中に自然がいっぱいあることです。理由は春になると桜が咲くからです。他には各組それぞれで運動会の旗を作ることです。なぜ旗を作るのかというと、運動会を盛り上げるためです。僕が思う南中のいいところや自慢できるところはノーチャイムです。南中ではチャイムが鳴らないです。チャイムが鳴らないことによって生徒たちそれぞれが時を見て行動できます。また校庭が広いこともいいことだと思います。オーナーやサッカーなどいろいろな遊びができます。引き続き南中学校の魅力を掘り下げていきたいと思います。それではまずはじめに合唱祭について太田先生へインタビューしてみたいと思います。太田先生、よろしくお願いします。お願いします。まず最初の質問から、今年は合唱祭の開催予定はありますか？はい、もちろんあります。日付は10月28日、10月最後の土曜日になります。ありがとうございます。続いて、去年は優秀賞や最優秀賞などの賞がありましたが、今年はそんな賞は用意していますか？はい、もちろんあります。各クラスで合唱を披露してもらって、一番上手に歌えたクラスを最優秀賞、次の2番目のクラスを優秀賞になります。そして2年生と3年生の最優秀賞のクラスは市内音楽会に出場することもできます。またですね、ピアノ伴奏で優秀だった人、そして指揮でも優秀だった人にも賞を授与されます。なるほど、ありがとうございます。では最後に合唱祭の見どころをお願いします。はい、やはりどのクラスもこの日のために一生懸命練習しているので、クラス合唱はとても魅力だと思います。それだけではなく、各学年の学年合唱、1年生は Let's Search for Tomorrow、 2年生は時の旅人、3年生は手紙といって、4クラス集まって1つの曲を歌うという、とても迫力があるので、そこも聞きどころだと思います。それに加えて全校合唱もあります。校歌もそうですし、翼をくださいもみんなで歌うので、体育館がとっても響いてとてもいい演奏になると思うので、皆さんもぜひ歌を頑張ってください。ありがとうございました。2学期の一大イベントである合唱祭がさらに楽しみになってきました。太田先生、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。続いて生徒会についてインタビューしたいと思います。生徒会長の稲田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。活動するにあたり、どんなことに気をつけていますか？はい、
生徒会長として活動で気をつけていることは、適当なことを言わないということになります。適当なことを言ってしまうと生徒会の活動がおろそかになってしまったりすることがあるので、自分の発言にしっかり責任を持って活動しています。ありがとうございました。南中らしさってありますか？あります。南中は生徒一人一人が元気でみんな活動に協力的なので、生徒会の仕事をするにあたってとても助かっています。ありがとうございます。今年の活動予定を教えてください。はい、今年はこの後2学期に文化祭と生徒会選挙が待っています。生徒会選挙では2年生3人、1年生3人、そして2年生の中から1人会長を選んで、計6人で新しい生徒会を作ります。ぜひその6人で頑張ってほしいです。ありがとうございました。これからの活動を頑張ってください。稲田さん、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。最後に吹奏楽部についてインタビューしたいと思います。顧問の太田先生、よろしくお願いします。お願いします。まず、どのような楽器で演奏していますか？そうですね、吹奏楽というと弦楽器がないんですね。管楽器と打楽器で構成されています。フルート、クラリネット、サックス、あとトランペット、トロンボーン、てっぺいくんのお姉ちゃんが吹いていたホルンもありますし、あとはユーフォニウム、チューバ、打楽器で構成されています。次に、演奏できる楽曲はいくつくらいありますか？はい、吹奏楽部の一番のメインは3月に行われるスプリングコンサートなんですが、そのコンサートだけでも10曲以上演奏しています。また年間を通して考えると、だいたい30曲ぐらいになるでしょうか。やっぱり新しい曲に挑戦すると、譜面を読む力ですとか、やっぱりこういろいろな勉強になるので、できるだけ多くの曲を練習しています。今どんな曲を練習していますか？はい、今はまさに夏に行われるコンクールに向けての練習をしています。バルトークという作曲家が、作った舞踏組曲というものをやりまして、ここ最近南中では3年連続でバルトークの作品を取り上げています。これからも大会や練習頑張ってください。太田先生、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、吉川市立南中学校の魅力伝わりましたか？吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は南中学校の玉音ハルトと鉄平でお送りしました。来週は中央中学校が担当します。せーの、来週もお楽しみに。今日とっても楽しく撮ることができたし、南中学校の良さをそれぞれの視点で再確認できたよね。みんなは今日ラジオやってみてどうだった？僕が思ったことは、生徒のためにいろいろなことを考え意見を出しているってところで努力を感じたな。僕はこのラジオをやってみて少し緊張したけど楽しみながらできたな。また南中学校のことをよく知れたな。今日のラジオでは生徒会について全てを話すことはできなかったけど、生徒会の仕事が1、2年生にも伝わって、生徒会の仕事をやってみたいって思えたらいいな。